間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。サイレント楽器の重大な問題点、欠点は何かと言いますと、それは構造を見ていただければわかるのですが、胴体がないことなのです。これまで私が初心者でも良い楽器、良い作りの楽器を持つ理由についてずっと述べてきましたが、良い楽器を持つ大きな理由は、その楽器の共鳴を聞くことによって音程、正しい音程が取れたり、その共鳴が一番大きいところ、良くなるところを探すことによって良い奏法が得られるということが、初心者の方でも良い道具、作りの良い楽器を持つべきだという理由として挙げたわけです。この続きは次の動画をご覧ください。